一つタイムが入りますが、長谷川選手、はい、まあ、先ほどのじゃあこう、ね、両チンチョークがもし影響しているとしたら当然ここで倒しに来ますよね、ハンセンは。そうですね、アッパーから入ってきました、左ストレートを引っ込んでの膝、おー、フロントスープレックス。そうですね、投げもあるんですね、すごい強いですね、すごい投げですね、あのしかもレスラーに対してですからねちょっとやっぱ疲れましたからね、黒選手も少し下になる時間が長くて、ね、あと先ほどギロチンも結構力使ったと思うんですけど、うん、ギロチンチョークは一段と相当腕が疲れるって言いますね、もし決まらなかった時にやっぱり影響大きいと思いますね。だから腕を抱えに行きます三岡。この三岡選手デビュー自体が海外でした。キングオブザケージ、つまりデビューから金網での戦い、現在も主戦場は金網のケージフォース。またフロントチョークに行くか、これを嫌ってすぐ首を抜きます。股間抜けるような形になっています。下からまだ左手は持っています。そこを視点に入れ替わった、バウンドを落とす。シュートは顔面蹴りができないんで、あの、顔面キックは反則、ボディは OK なんですけど、顔面打っていいのはパンチだけなんで、うん、これと、まあ、よく頼んだりだと踏みつけたりとかありますね。よく見選手使ってましたからね。まあ、首からグラウンドで首から上は足の攻撃は禁止されています。それで若干スポーティーに、よりスポーティーに見えると思うんですよね、シュートの方ですね、うん、ちょっと疲れてますね。そうですね、回転します。さあ入れ替わった。ここはしかし下からカウンターの三角指に行きたいところ、これは腕を引き抜きます。今度は逆の手も握っているか。しかし上下はトップポジションが入れ替わりました。上が三岡、鉄槌を落とします。まあ、ボクシングトレーナーからも、今セコンドのボクシングトレーナーからは三岡に指示が飛びます。下からリストを握る。これで三角締めになってるんですね。はあはあ、まあ、ちょっと滑ってるところもあって入り切れてません。いや、あの長い足が少しずつ上の方に上がってきます。しかしこれを嫌うのが三岡。セコンドからは足を抜けと三岡に対して指示が飛びます。右足がまだガードの中に入っています。ここは、まあ、まあ、チャンスですよね、はい、攻め切ってもう一度キャッチの場面を作り出したり、うん、あるいは立たせてみたり、いろいろ展開作れるといいと思います、ね、残り時間が2分切っています。そうですね、ここで大きなアピールがあれば三岡はまず判定に持ち込めば勝利が固くなります。しかしここでまた入れ替わって立ちたいか。いやいや、しつこい左、これをなんとかスリッピングさせて逃れています。長谷川選手、はい、こうパンチをもらったその先にというか、その奥にはマットがあるわけですからね。これボクシングではありえない。そうですね、この寝技 の, このパンチの攻防も自分らではもう分からない技術のやり取りがあるんだと思いますね。しかし今三岡選手のセコンドにもボクシングのトレーナーがついていらっしゃいます。長谷川選手、長谷川選手の、はい、例えばジムには誰か総合格闘他の競技の人が来てたりってことはあるんですか。そう、自分のジムには来てないんですけど、レスリングしてた選手とかたまに来たりしますね。そうですか、はい、やっぱりちょっと一緒にやってみたら、うん、すごいなと思いますね。体が違うなと思います、ね、でも強さがこう違う部分の強さというか。そうですね、パスガードしましたね。そうですね、サイドを取っています。右の膝がお腹の上に乗っている。さあマウント取れそうです。しかし膝が入っている。また戻していく。この辺がポイントに反映されるかどうかですね。まあ、ただ抑え込んでるだけというふうに判定されればパスガードしても何の評価もないということもありえますから。なるほど。うわ、左、うん、反戦としてはこれ一つ立たせるという選択もあるかもしれません。残り20秒切りました。最終の第3ラウンド、残り15秒切ります。どうでしょうね、これ相当大きなダメージ。左
川崎を捉えた。しかしそれをキャッチして三角狙いですが、サイドを取った、マウントを探る。しかし残り時間が少ない最終ラウンド、ここでタイムアップです。長谷川選手、もう2分ぐらいあれば何かまた動きがありそうな感じもしますけどね。そうですね、もうあと2分ぐらい、もう1ラウンド見たかったですけどね。見たかったですね。ここは今両者握手で、あとはまあ判定を待つという形になります。中井さん、でも、はい、戦い自体は三戸岡選手もうまく運べた部分あるんじゃないですか。そう思いますね。ただ、まあ、明確にポイントが取れたであろうところが、まあ、フロントチョークだけなの で、 そうです、ね、あとのコントロールされてたのをどう取るかですね、うん、ですから全ての判定があり得るかなと。ただ様子の8はないかなと。三岡英治、これは大きな仕事をやってのけました。プロシュート初参戦、いろいろなプレッシャーの中、ビッグネーム。